ズーム。もしもし、飯田です。もしもし、ご苦労様です。どうもー。メール、ちょっと簡単にご紹介しますね。リスナーの方から、兵庫県の津太郎さん。辛坊さん、一大事です。辛坊さんが大好きな本田翼さんの熱愛報道がありました。お相手は年下の研修医とのことです。医者か。ええ。でも、よく考えてみたら、この間の楽器の時もそうだったけどさ、はいはいはい、関係ないよね。あれよかった、冷静になって。本田翼にしろね、楽器にしろね、はい、なんかね、もう太平洋来てからね、気持ちが変わってね、幸せになってほしいなとか、そういうふうに思わなくなった。もしもーし。あ、日本放送吉田です。ご苦労様です。ご苦労様です。太平洋上です。今日もリスナーの方からの質問なんですけれども、増山さんが辛坊さんにプレゼントしたカエルが喋る目覚まし時計は公開中に使用しましたかという、ちょっとこれ私も気になっている質問、はい、出稿してから1週間ぐらいは使ってたんですけども、はい、嵐に巻き込まれた時吹っ飛んでですね、それっきりですね、壊れちゃいないと思うんですけども、はいはい、動かないところに収納してそれっきりです。ちょっとまさか捨てちゃったんじゃないでしょうね。どっかにありますから大丈夫。よかったです、はい、じゃあもうこの後も安定高校、はい、帰ったらメルカリで売ります。あ、小倉です。もしもーし。もしもーし、小倉です。もしもーし。もしもーし。お疲れ様です。どうもありがとうございます。いやー、オリンピックは船の上だよね。オリンピックは船の上ですね、はい、それは間違いないですね。残念、オリンピックがどうでもいい感じだね。もう辛坊さん自体がね、オリンピックやってるみたいなもんで、うん、っていうかね、とにかくね、生きて帰るということだけが目的ですから、うん、もうオリンピックだろうが何だろうが関係ないですよね。優先順位がやっぱりね、毎日生きてるということとね、生きて帰りつくということが最大の目的ですから、それ以外のことは何も考えてないですね。あのね、辛坊治郎は簡単には死ぬような男じゃないからね。そうそう、うん、さっきも言ってた、マスト一本でも帰ってくるよ。そうそう。リスナーの皆さん、ヨットで日本に帰りまーす。7月5日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93 AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、立川志らくです。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんがこの有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで、期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週月曜日の助っ人パーソナリティは立川志らくさんです。よろしくお願いいたします。志らくさん、まず先週の土曜日に起きました、はい、熱海の土石流災害ですけれども、発生から3日目になりました、はい、断続的な、ね、雨がこう降り続いて、うん、ここまでのこう被害を及ぼすということは本当に想像もしませんでしたけれどもね。昨今の九州の大雨とかは、はい、あらかじめこうこうこのぐらいの雨が降ります、皆さん気をつけましょうと、うん、気をつけていても災害に巻き込まれてしまったと、はい、今回の場合はそれほど強い雨が小一気に降ったわけでもない、それから避難勧告が出たわけでもないとなってくると、日本全国ああいった地域というか場所はたくさんあるわけですよね。そうするとこの災害が多い災害大国日本において、どうやって身を守ればいいかっていうのは、これ大きなテーマになりますね、これは。うん、やっぱり映像を見てしまうとね、あ、こんなことが熱海で起こるんだ。それで誰かが撮っていたその音声も入ってるじゃないですか、はい、消防隊の人が逃げてくる、で最初は嘘、何ちょっと怖いぐらいだったのに、もう何が起きたか分かんないっていうような悲鳴がこう上がってるじゃないですか、ああいうのを見ると
3.11 の震災の時もね、うん、本当に悲惨な、状況を目の当たりにしましたけども、はい、まさかね、今回この雨でこういうことが起きるなんていうのは、もうまだまだ、行方不明の方がたくさんいらっしゃるんで、一刻も早くね、救助してもらいたいですね。はい、もう懸命なね、救助活動は続いていますけれども、はい、まずは最新情報、ニュースデスクの森田さんに伝えてもらいます。お願いします。はい、お伝えします。熱海市伊豆山地区で3日土曜日の午前に起きた土石流災害は、生死を分けるタイムリミットとされる72時間が迫っています。で、熱海市は今日新たに1人の死亡を確認したと発表しました。新たに亡くなったのは鈴木千代瀬さん82歳で、救出後の昨日の午後に搬送先の病院で死亡が確認されました。また熱海市は今日、捜索現場で見つかった男女3人を救出したと明らかにしました。ただこのうちの1人は心肺停止状態で、2人は命に別状はないと見られております。で、今回の土石流で流出した家屋は少なくとも130棟に上っています。で、熱海市は昨日時点で所在がわからなかった147人のうち67人の無事を確認したと明らかにしました。住民基本台帳に基づいて残る80人の確認を急いでいます。で、所在不明者は町内会長らにチェックしてもらうなどして確認作業を進めているんですが、それでも判明しない場合は静岡県が氏名などを公表するとしております。で、また熱海市は大雨警報と土砂災害警戒情報が解除されていないということで、熱海市立の小中学校11校、それから幼稚園4校を今日は休校休園にしています。で、熱海市によりますと、今日の朝時点で562人が市内2カ所のホテルに避難しているということです。さあ、それではここで現地で取材中の日本放送大久保太郎記者に今の様子を伝えてもらいます。大久保さん。はい、大久保です。熱海市におります。熱海市の市役所の前におります。市役所ですね。はい、はい。災害現場からは3キロほど離れた熱海駅よりは海側に位置しています。今は雨は降っていません。しかし昨夜は強い雨が降りました。引き続き土砂災害への警戒が必要な状態です。あ、また、ええ、今小雨が降ってきております。あ、そうですか。今日伊豆山での捜索は1000人体制で早朝から二次災害を警戒しながら行われています。避難所はこの市役所から徒歩1分の場所にあります。土石流を見たという方に話を聞きました。60代の男性は音がしたので外を見たら家が流されていた、あっという間だった。また60代の女性は家に帰りたいが帰れない、これからどうしたらいいかと話していました。こちらからは以上です。はい、大久保さん、先ほど白木さんからもあったんですが、土石流の当時熱海市は警戒レベル3の高齢者等避難というのは出していたんですが、警戒レベル4の避難指示のこの避難情報は出していなかったということなんですよね。はい、情報伝達について避難してきた皆さんに話を聞くと、気になる点がいくつかあります。静岡県のハザードマップによりますと、伊豆山地区は土石流危険渓流に囲まれていて、急傾斜崩壊危険箇所と地滑り危険箇所が点在しています。うん、県からは土砂災害警戒区域に指定されています。はい、避難所でその話をしたところ、60代の男性は何十年も生活をしていて危険を感じたことはなかった。親の代から伊豆山は頑丈な地盤であると聞かされていたので、ハザードマップのことは気にしていなかったと話しています。それともう一点、先ほどの話につながりますが、土石流の発生したタイミングで熱海市が発令した避難情報は警戒レベル4の避難指示ではなく、警戒レベル3の高齢者等避難のままでした。避難所で話を聞いた60代の女性は、雨の量は気になっていたが避難は考えなかったと話しています。また土砂災害について注意が必要な場所という意識はなかったとも話しています。ハザードマップなどをどう活用するか、避難指示の精度運用について今後検証が必要だと感じました。はい、わかりました。ご苦労様でした。
熱海市役所で取材中の日本放送大久保太郎記者でした。まあ、今ありましたようにこの県からは土砂災害警戒区域に指定はされていたんですけれども、まあ、もともと地盤が固いということで古い家も多いような地区だったようなんですね。よく災害があった時に、そのハザードマップには危険だと書いてあったと、だけどそれを皆さんあまりご覧になってない、だからそれをどうやってみんなに知らしめるか、そのハザードマップが送られてきても我々はあんまりこう見ないですよね。なんか細かくチェックね、で親だとかおじいちゃんおばあちゃんに言われていた、それを、こうちゃんと覚えてっていう風になってくると、やっぱりこれをちゃんと、行き届く方法を考えなくちゃいけない。それからこういった災害があった時にどうやって逃げるか、3.11 の時にはとにかく、人を助けに行くんじゃなくまず自分の身を守れっていうのが一つの教訓になって、はい、今回映像で白いワゴン車がこう土石流が迫ってるんだけど一生懸命進もうとして、で民家の人が車捨てて逃げろ車捨てて逃げろ、でその後こう車うまく脱出できて、それであの時の正解が何であるか分かんないですよね。車降りて走ったらもしかしたら、人間の走る速度だと飲まれてしまう、車で行った方がいいのか、だけど車でマグマグしたらたまたまこう曲がれたからいいですね、曲がれなかったらば、間違いなく飲み込まれてしまう、本当に正解がこの自然災害の場合分からないんですよね。今回確かに1時間に30ミリを超えるような雨というのは観測されていなくて、で 雨足のピークが過ぎた後に土石流というのもやはりちょっと油断してしまうところですよね。普通に考えたらば あんな土石流が熱海のあそこの町に流れてくるとは、思わないですもんね。だからここら辺ハザードマップみたいなものをどうやって浸透させるかってのは、これ今後いろいろ考えていかないといけないですね。これはあと発生源のね、土石流の発生源は造成が行われていて、かなり大量の盛り土があったということなんですが、まあここもまだ現時点で原因の特定はできないということなんですけども、そういう盛り土というようなところもおそらく日本全国たくさんあるでしょうから、そういうところの検証というのはこれから、まあこれは大事なことですよね。これ検証して、それが原因だったのか全く関係なかったのか、これが関係があるところになるとまたそれはそれで別の問題になってくるんで、これはちゃんと検証しないといけないです。今はとにかくね、救出がもう第一ですからね。そうですね。検証はまあこれからしっかりとしないといけないですよね。はい、森田さんありがとうございました。ではズームそこまで言うか、まずは今日の株と為替からお伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価反落しました。先週の金曜日に比べまして185円9銭安い 28,598 円19銭でした。新型コロナウイルスの変異株の感染拡大に対する警戒感が強く、買いが手控えられたということです。また、為替相場は現在、1ドル111円10銭付近で取引されています。先週の木曜日と比べますと、5銭ほど円高になっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台には政治評論家の田崎史郎さんに昨日の都議選の総括、さらには秋の衆議院選挙の行方についても伺います。さらに5時のオープニング、生存確認テレフォン5時の辛坊です。日本へ向けてね、今頑張って進んでいる辛坊さんに衛星電話をかけてお話を伺います。私というか繋がんないよ ね多分電話を切ってる場合がある。今日はね、多分大丈夫だと思いますのでね、ご期待ください。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、辛坊さんへの質問ですとか、辛坊さんに伝えたい日本で起きているニュースなどもお待ちしております。ズームそこまで言うか、この後は週末のニュースにズームしていきます。日本放送ズームそこまで言うか、毎週月曜日は立川志らくさんとお送りしています。そして引き続きニュースデスクの森田さんです。お願いします。お願いします。では先週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。先ほどもお伝えしましたが、静岡県熱海市の伊豆山で3日に発生した土石流で住宅などが流され、これまでに女性3人の死亡が確認されました。静岡県の川勝知事は自衛隊に災害派遣を要請しました。
将棋の藤井聡太二冠が3日、棋聖戦五番勝負で三冠の渡辺明名人に3連勝し、史上最年少でのタイトル防衛と九段昇段を決めました。巨人は東京オリンピックの代表に内定していた菅野智之投手がコンディション不良のため出場を辞退すると発表しました。昨日投開票が行われた東京都議会議員選挙で自民党は33議席を獲得し都議会第一党になりましたが、公明党と合わせても目標としていた過半数には届きませんでした。投票率は 42.41% で前回を 8.87 ポイント下回りました。昨日初日を迎えた大相撲名古屋場所、横綱白鵬が小結明生を掛け投げで下し、6場所連続の休場明けを白星で飾りました。アニメ映画サマーウォーズや化け物の子を手掛けた細田守監督の最新作竜とそばかすの姫がカンヌ国際映画祭のオフィシャルセレクションカンヌプルミエール部門に選出されました。大リーグのオールスターゲームに選手間の投票などで出場する選手が発表され、エンゼルスの大谷翔平選手がピッチャーとしても選ばれました。一人の選手がオールスターゲームに投打の両方で選出されるのは史上初めてです。プロ野球の中日で活躍し日本ハムの監督も務めた野球評論家の大島康則さんが6月30日に大腸がんのため亡くなっていたことが分かりました。70歳でした。都議会選の話は後で田崎さんがお見えになるんで、そこで、はい、じっくり伺いたいと思ってます。まずはですね、白鵬、はい、白鵬が戻ってきて、それでなんとか勝ったじゃないですか、はい、で他の大関陣も勝った、これから一体どうなるのか。で私は一番最悪と言っちゃ申し訳ないんだけども、白鵬が出てきて、やっぱ白鵬は強いなって終わったらば、何なんだいってことになるんですよ。これだけ長くね、休場してたら普通は相撲感が鈍る、うん、やっぱり、天皇富士の強さっていうのがあるじゃないですか。はい、それが、もう貴景勝がね、今一つなんですよ、ずっとね。だからここは、天皇富士と白鵬の戦いっていうのも、興味深いところだけども、留守ずっとこう頑張って、今一つ、伸び悩んでいる貴景勝が、もう俺たちの時代なんだから、もう、横綱、どうぞっていう感じになってくれればね、相撲界は面白いと思うんだけど、まあ、相撲界のことあんまりちょっとね、切り込んで言えないっていうのがあって、私、鷹の花騒動の時に、相撲協会をもうボルツン叩いたんで、相撲協会の人は、私がなんか相撲の話をすると、警戒して、もうピリピリして、大変な騒ぎになるんで、私はもう、相撲はものすごく応援しておりますけど、それから、これ、訃報、大島さん。私はドラゴンズファン、もそうですよね、50年近くドラゴンズファンで、私が子供の頃の昭和40年代後半の、それから50年代昭和にかけて、ドラゴンズを引っ張ってったスター選手なんですよ。ホームラン王にも輝きましたもんね。そうなんですよ。でバッティングはただムラがあったからね、打つ時と打たない時が結構激しくて、それで、代打に回ったこともあるけど、はい、あと4番に座ったことも結構長くあるんですよ、ドラゴンズの。それで2000本安打を打ってるわけですから、ただ守備があんまりうまくなかったので、ベスト9には確か1回も入ってないんですね。ね、悔しかったのが、当時読売の、ジャイアンツは言わない、あえて読売って言いますけどね。王ですよね、当時の王貞治、はい、世界の、世界の王よりも、打率もホームランも打点も全てで上回ったんですよ、大島が。そうなんです。なのにね、ベスト9には王が選ばれた。本当に腹立ってね、なんで大島が選ばれねえんだよっていう、そういう悔しい思いをしたことがありますね。まあその後日ハムの監督になって、ね、でつい最近まで BS の NHK の解説もされていてね、大谷選手の試合なんかを解説されてましたよね。でステージ4が、がんの、それが、17年ですか、はい、それから4年ちょっとという、でも大島のかっこいいところはね、がんに負けたんじゃないんだと、俺の寿命が尽きるだけみたいなね、大島さんらしい言葉だなと。だからもうドラゴンズはね、もうめっちゃくちゃ弱いんですよ。本当に。こ
最近ちょっとね。交流戦の時でソフトバンクにあれだけ強くてね、結構良かったのにね、後半というか交流戦終わってからね。ペナント戻ったらね。もう全然勝てないでしょうかね。もっと勝ち越すも、できないんですよ。もう、だから近頃ね、私はもう大谷の方ばっか見ちゃってる。大谷みたいな選手がドラゴンズにいてくれたらな、なんて思って。根尾選手なんかね、もっと活躍してほしいんですが。そうなんですよ。なかなか打てませんね。だから、もう、大谷はそれは天才なのかもしれないけれども、はい、どんどん進化してるんですよ。だってメジャー行った時にね、こんなにいっぱいホームラン打つって多分誰も想像してないですよ。はい、二刀流っていうのが先行して、で、おそらく、ピッチャーとして13から15勝ぐらい、はい、バッターとしては2割7分8分、うん、ホームランは15、6本ぐらいがせいぜいかなっていうのが大体の、はい、あの相場だったですよ。はい、それが前半戦で松井抜いちゃって、並んじゃったりしてね。もう31号ですからね。31号ですよ。はい、このままでいくと本当50本は行くんじゃないかっていうね。本当ですよね。だから、こういう選手が一人、だからオールスターもね、うん、最初は、バッターはこれは当然ですよ、はい、で、ピッチャーではおそらく選ばれることはないだろうから、二刀流は夢のまた夢、うん、だけども、ルールを変えてでも、大谷に投げさせようって声があったのに、うん、今回選ばれた。それも選手間が、選手の間で、選手たちが投票して、だって、ピッチャーとしてはそれほど今年活躍してないですから。2勝ぐらいですもんね。2勝ですよ。はい、そんな選手たちが大谷に入れたんですよ、ピッチャー。と、うん、いうのは二刀流を見たいってことです。うんうんうん、これはすごいことです。すごいことですね。そうですよね。でも、投打でこのオールスター同時出場というのは史上初めてですもんね。そうなんですよ。だからこれ、一体どうなるのかもう楽しみでしょうがないですけど。あとね、やっぱり日本人近く頑張ってんなと思うのが、カンヌの、はい、プルミエールって、これはね、はい、どういう賞かっていうと、今まで活躍してきた監督、映画監督の新作をこうピックアップするっていう、そういう賞なんです。で、そこで私はね、この新作まだ見てないんだけども、カンヌっていうのはね、まあ、賛否両論あって、私の師匠男子なんか、カンヌだ、ログネ映画やらないって、そういう、男子はね、比較的王道が好きなんですよ、映画が。私も王道が好きなんだけど、ちょっとこう、車に構えたような映画も好きなんで、マニアックなね、映画のね、映画ファンの心をくすぐるの、ようなものをね、選ぶんですよ。レスリー・チャウの、ハオベッキとかね、それからね、アルパチーノとジン・ハックマンのね、スケアクローなんていうね、アメリカンニューシネマ、素晴らしい作品があるんですね。一般的にはそれほど、知られてないんだけども、まあ、タクシードライバーみたいなのも、撮ってますけども、うん、だからカンヌっていうのは結構たけしさんが、あれで撮った菊次郎の夏とか、ソナチネとか、あそこら辺で、撮ってるんですね。本当にね、マニアックな映画ファンの心をくすぐるような、作品をこうね、ピックアップするんでね、今回この、竜とそばかすの、そばかすの姫っていうのは、これ結構、私も見てみようかなって気になりましたね、カンヌが。アニメーションがこのカンヌに選ばれること自体が極めて稀だそうですね。そうそうそう、そうなんですよ。だから、相当、なんかね、一般的な面白さよりも、やっぱりこうね、何かくすぐるようなもの、うん、この監督はね、持ってるんだと思いますけどもね。うん、楽しみです ね、 そうですね。オリンピックでいろいろ言いたいことあったけど、時間なくなっちゃった。オリンピックはまた後ほど。後ほどね、よろしくお願いいたします。以上、ズームフラッシュでした。7月5日月曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから立川志らくと日本放送の増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんが有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で、毎週月曜日は助っ人パーソナリティ立川志らくさんとお送りしています。5時台にはね、5時の辛坊です。志らくさんは6月14日以降辛坊さんとね、公開はしていないっていう状態続いてますけれども、ね、そうなんですよ。だからずっとお話をしてないんで、もう言いたいこともたくさんあったらみんな忘れちゃったよもう。今日何かひねり出してちょっとね、ぜひお話しなさってください。多分ね、アンテナの調子ももう良くなってますので大丈夫だと思います。はい、ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom@1242.com。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。辛坊さんに対しての質問ですとか、まあ、日本でこんなニュースが今起きてるんだよ、なんていうことがね、あればぜひお寄せください。どんどんぶつけていきたいと思っています。
さあこの後は政治評論家の田崎史郎さんに昨日の都議選を総括してもらいます。立川志らくさんとお送りしているズームそこまで言うか、この時間もニュースデスクの森田さんに入ってもらいます。お願いします。お願いします。では特集するニュースはこちらです。東京都議会議員選挙、昨日投開票が行われた東京都議会議員選挙で、自民党と公明党は両党を合わせた獲得議席が56と過半数の64に届きませんでした。また投票率は 42.41% で前回を 8.87 ポイント下回りました。さあでは専門家の方とお電話がつながっています。政治評論家の田崎史郎さんです。田崎さん、どうも。どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日お会いできるんじゃないかと思って楽しみにしてたんですけども、申し訳ないです。残念。なんか片付け物がいろいろ忙しいからなんか資料ねをまとめて読み込まなきゃいけなくて、いやいや、もう本当に今回のですね、都議選なんですけども、はい、まず投票率がすごく低かったじゃないですか。そうですね。やっぱりこれはコロナ禍っていうことが相当影響されてましたかね。コロナ禍ももちろんありますが、その選挙に対する関心そのものが低かったんじゃないかと思うんですね。争点がね、なんか都民ファーストがどのくらい減ってしまうのかとか、なんか そういったところはいろいろ注目を浴びてたけど、内容ですよね、要はね。そうです。やっぱり4年前振り返ると、やっぱ小池さんが、どうするか、かなり関心が高まってましたから、それに比べるとちょっと低い感じはしますね。してましたね。でもなんかやたら今回小池さんがうまい、小池さんがすごいっていう声がこう聞こえてくるんですけども、はい、田崎さんから見て小池さんの何が今回良かったんですか。結局都民ファーストは負けたわけですよね。だけども、小池さんの評価がこうぐっと上がってるっていうのはどういうことなんですか。わかりやすく言うと、もうなんかさすがしたたかだっていうところですかね。小池さん、じっとしてるのかと思ったんですね。でずっとそうされてきて、金曜日の午後4時からの記者会見で、そもそもこれ記者会見の予定なかったんですけれども、当日になって記者会見するって言われて、そして中身も、どっかでバタッと倒れてるかもしれない、知れませんが、本望だっていうことを数回言われたんですね。で倒れても本望だという非常に強いメッセージを発したことで、雰囲気変わってきたなと思ったんですけれども、さらに選挙戦最終日の土曜日に、いきなりこう小池さん事務所回られたんですよね。でこれはね、人によってはね、自民党公明党から見ると約束違反だって言われかねないんですけれども、しかし実際にはこれ約束違反ではないなと思いますが、行かれたことで雰囲気がガラッと変わった、金土で雰囲気が変わった、小池言われてるわけです。小池さんがこの記者会見やってそういう行動に出たことによって都民ファーストの票がぐっとこう上がったっていうことなんですか。これはそうです。僕は先週水曜日に自民党の選挙情勢の分析聞きまして、そうしましたら自民党は45プラスマイナス3という、結果だったんですね。つまり少なくとも42、うまくいけば48まで伸びると、すなわち40議席は固いっていう、調査結果だった、でおそらくね、その段階ではその調査結果が正しかったんだろうと思う、ところがやっぱり選挙前の3日間に大きく変わったと、それをもたらしたのが小池さんだっていうことですよね。小池さんのね、したたかさっていう話なんですけども、倒れてでも本望だって言ったのを聞いたときに、私なんかはちょっと臭いなっていうぐらいね。でも本当に倒れられたらたまったもんじゃないよ、今このコロナ禍において、倒れるぐらいだったらもうちょっと休んでもらってっていうふうに思ったんだけど、やっぱり世間からすると言葉が相当響くってことですか。響く。あ、これ本気でやってるんだと、リスクでやってるんだと、自分の、生命かけてやってるんだと。で確かにね、おっしゃる意味よくわかるんです。で政治家ならばそれを口にしないで、
腹の底に沈めて、うん、そして頑張るっていうタイプの方が、はい、自民党的にはね、うん、いい政治家なんですけれども、しかしそれじゃね、有権者に伝わらないんですよね。伝わらない、ああいう形で伝わるようにして非常にやっぱり明確なメッセージを発信したのは、まあ小池さんにはかなわないなと、おお、ことになるんだろうと思います。でも小池さんはとてもしたたかだとみんながそう言うんだけど、そのしたたかさって本当だったらバレてるわけでしょ。はいはい、普通に小池さんしたたかだなって本当にしたたかだったらバレないわけですよ。バレずにこうやって、それでガッと都民ファーストがこう盛り返って、後々考えたら小池さんの力だって分かった方がしたたかなんだけど、こんなみんな分かって小池さんうまいな、さすが作詞だとかね、それは どうなんですかね、これ。うん、でも分かっててもすごいなと思っちゃいますよ ね、 でもね、分かってても分かっててもすごいな。なかなかそれをね、行動に起こす人はいないですからね。無党派とやってのける人少ないですからね、うん、結局東京は結構ね、この選挙っていつも課税が左右するんですが、無党派層の 25% ぐらいが都民ファーストに入れてるんですよね、うん、あ、やっぱり無党派層が小池さんに流れていったっていうことなんですかね、はい、で昔小泉純一郎さんが、はい、無党派層が宝の山って言われたことあるんですけど、はい、無党派層は有権者全体の4割から5割いると見られる。そうですよね。で自民党支持率でもまあ3割以下ですから、うん、やっぱり最大の票田であることは確かなんです。 その票を、うん、動かすことができたんだろうと思いますね。で小池さんの過労でずっと倒れていたっていうのが、はい、それもやっぱり本当に確かに過労で倒れていたのは事実なんだろうけども、はい、うまいやり方だと私が思ったのが、はい、病名をもしね、こう出しちゃうと、はい、みんなが心配するじゃないですか。はい、だから過労で倒れてると、はい、そういう状態だと、ああ、これだけ働いて、コロナ禍、オリンピックのいろんな問題があるから、小池さん、本当にお疲れなんだってみんな思う。で、ちょっとでもね、この小池さんの、過労、病気のことをね、いじるとね、はい、例えば舛添さんなんかね、政治家として失格だみたいなこと、はい、お前が何を言うんだみたいな、袋だけでやってるじゃないですか。はい、だから、そこら辺も過労っていうので、病気は、やっぱり日本人の美学で、病気だったり弱ってる人を叩いちゃいけないっていうのが、やっぱりものすごい強いから、それも、ある程度計算はしてたんですかね。計算したかどうかっていうのも、うん、まあ、難しい判断なんですけれども、僕は割と小池さんに対して厳しく申してきた方なんですけれども、やっぱり病気になられると、そこで言いづらくなりますよね。そうなんですよね。だからお大事にとか、待機されるのを待ってますみたいな表現になってしまう、うんうん、まあ、ある種禁じ手を使われたのかもしれないんですけれども、うん、使われるともの言えなくなりますね。そうですよね、はい、もちろん過労なのは事実なんだろうけども、どうせ休むならこの、都議会選の前にちょっと休んだ、方が効果的だって、やっぱり政治家だったらそのぐらいのことは考えますよね。うんうんうん、でも結局今回の、都議会選の争点っていうのは何だったんですか。よくわからないんですよ、ここら辺が。まあ、争点としては、まあ、コロナ対策をどう評価するか、うん、あるいは東京オリンピック開催するのか中止なのか、はいはい、あるいは観客を入れるのか入れないのか、うん、というのが、まあ、争点だと言われてるんですけれども、うん、あまりね、こう争点でもって投票行動を決めるとは限らないですよね。あ、はいはい、でむしろ小池さんよくやってる自民党政権なんだっていうふうな別の観点、はい、いわゆる争点で投票する人は僕は実は少ないんじゃないかと思ってて、うん、非常にこの東京都議選は国政の影響を受けやすくて、はい、その時の政権に対する評価も出てくるんですよね、うん、でその時有権者がこの政権のどこがどう思ってるのかっていうのは分からないまま結果は出てしまうということなんですね、はい、で今回小池さんとしてはやっぱり 理想の結果ですかね。で自民党がもし過半数を超えていたらば、はい、知事として好きなことがやりづらくなる、はい、それが56でこう止まったっていうあたりが、はい、本当にこれは小池さんにとってはもう腹の中で笑いが止まらないようなそういう状況なんですかね、これ、うん、
これ小池さんにとってベストは都民ファーストが過半数を獲得する、うん、それベストですか。ベストだと思うんですね。だって都民ファーストが過半数を割ったら今度自民党公明党が結構嫌がらせじゃないけども、はい、この後の国政にもし小池さんが出るときに、うん、ちょっとそれがネックになるっていうことは考えられますか。それいや、それよりもこれ自民党公明党で過半数を抑えられてしまうと、小池さんは常に自民党公明党に気遣いしながら、そうですよね、都政にいろいろ説明しなきゃいけない、はい、公明党プラス都民ファーストで過半数達しないし、はい、自民党と公明党でも過半数達しない、はい、3党が、一緒にならなければ過半数取れないんですよね、はい、うん、でこれが、プラスになると思われるんですけれども、かえってこれ、調整が難しい局面も出かねないんで、はい、その3つの政党のうち1つでもへそ曲げると過半数取れないってことになる、うん、そうですよね、うん、だからそこはちょっと難しい局面もあると思います。でも、うん、都民ファーストがもう過半数取れないと、これはもう、はい、常識化して、まあ、その通りなんで、最初から取れるのもう取れないっていうのはね、ベストな形っていうとこの形なのかなと思いますね。そうですよね、でもこれから、秋の衆議院選挙に向かって今回のこの結果っていうのは、どんな影響になってきますかね。これはやっぱり今回の都議選は衆議院選挙の前哨戦って言われたように、はい、各党が衆院選を戦う際に、まあ、今回の投票結果を見て、はい、どうするかということになるんですね、でこれはそのまま結びつかないかもしれないなと思うのは、はい、国政選挙において都民ファーストのような存在が今のところないんですね、都民ファーストのような存在っていうのは、いわゆる保守的な魅力ある政党ですよ、はい、で自民党の弱点は、はい、まあ、無党派層を吸収できないばかりじゃなくて、はい、いわゆる保守的な政党が出てきたときに自民党はガクンと議席減るんですね、うん、でこれは大阪で の日本維新の会、はい、に負け続けてるのと同じなんですよ、うん、でだから自民党はこのそういう新しい保守政党が出ないようにしていけば、うん、安泰だと思うんですよね。ほどほどの結果は得られるんじゃないか、うん、この野党はどうですか。今回共産党と立憲民主党が選挙協力しまして、共産党が、これまでの議席より一つ伸ばしましたし、はいはい、立憲民主党が東京ではもう7つしか議席なかったのが ね、15に増やしましたよね、はい、この選挙協力は当然国政選挙でもこの立民と共産党を行っていくわけですよね、僕はね、2つの政党とも勝利感はないと思いますね。なぜかというと共産党1議席増やしたって言うんですけれども、はい、4年前の選挙の時19議席取ってたんです、うん、でそれが途中に1議席減って前回と同じ19議席、変わってないってことですよね、うん、昨日夕方の段階だとまではね、共産党議席伸ばしそうだと、うん、公明党を超えるんじゃないかと党が少し落として、で結果はそうならなかった、うん、で立憲民主にしても議席確か8だったですけれども、改選前の議席が、はい、倍増するんじゃないか、うん、むしろ3倍ぐらいになるんじゃないか、うん、23人にしか候補者立てないけど20議席ぐらい超えるかもしれないって言われたのが、結局そこまで届かなかった、うん、で各選挙区見てもここで立憲を落とすんだっていうようなところで落としてるんですよ、うん、だからね、僕はこれで立憲と共産が勢いがつく感じはしないんです。うん、おっしゃったら選挙協力はこれはした方が得ですから、しなかったらもっと議席取れませんでしたから、うん、衆院
戦に向けては選挙協力していくようになるだろうと思います、うん、私なんかは、今田崎さんがおっしゃったように魅力的な保守が現れたらっていう、ね、話なんですけど、はい、私はやっぱりこの1年コロナに関して自民党に対する不満っていうのはものすごくあるの で、はい、 そうですね、そうすると世間の人はみんな私が立憲寄りの芸人だというふうに言われるんだけど、私立憲も前ちょっとニュースになったら大嫌いなわけなんですよだからね、本当に魅力的な保守が現れてくれば私はおそらくそっちの方に乗り換える予定なんだけど、今のところ全くない、はい、でもそう思ってる人はたくさんいるってことですね、今現在ね。そこは、あるんですよ。どうしたら現れるんですか？そっちのが、現れたらもっと政治の世界がね、自民党のいわゆる暴走みたいなのを食い止めて、いい感じになると思うんですけど、どうして現れないんですかね、これ。これはね、なかなか4年前の総選挙、棒の党がそれになるかと思われたんです。でそれもああいうちょっと無残な結果に終わっていく。そうですよね、うん、で立憲と共産党が、協力し合うのはいいんですけれども、はい、どんどん左の方へ寄っていくんですよね、うん、そうですよね。で自民党との間の、距離はこうかなり広くなって、うん、おそらく自民党と立憲共産の間に巨大なマーケットがあるはずなんです、はい、そこを取りに行く政党がないってことなんです。それが問題なんですよね、今の日本の。大きなね、政界再編でも起きればいいんですけれどもね。そうなんですよね。はい、それで田崎さんの予想だと、衆議院選は、はい、いつですか？衆議院選挙は9月解散で10月選挙。ええ、投票日は10月3日投票か10日か17日投票。はあ。なんで収まっていくだろうと思いますね。そうするとパラリンピックが終わった直後に、臨時国会を召集して、はい、その冒頭の解散ということですか？そういう見通しです。最も早いケースでパラリンピックの閉会式が9月5日なんで、はい、日曜日で、早ければ9月9日木曜日に解散になる可能性があるということです、ね、その場合自民党の総裁任期9月30日なんですが、総裁選はどうするんですかね？これは自民党総裁選は自民党には総裁構成規定というのがありまして、その規定では総裁任期9月30日の1ヶ月前までに総裁の、選挙に総裁選の選挙日程を決めて公表しなさいという規定になっている。そうすると8月下旬に総裁選をいつ告示していつ投票かということを発表しなきゃいけない、はい、決めて。でそうすると、例えば、9月10日に告示して選挙運動期間が12時間なんで、9月22日投票の総裁選挙というのは設定されるわけです、うん、でも、先ほど申し上げたように仮定の話ですよ、はい、9月9日に衆院が解散されますと、その段階で衆議院議員はいなくなりますよね、はい、解散された途端、はい、そうすると自民党の総裁選が告示されてても、うん、自民党の総裁を決めるのは自民党の衆議院参院議員、はい、そして党員なわけです。あ、だから衆議院議員はいない状況になるわけです、うん、そうするとどうなるんですか？そうすると総裁選を一時凍結するほかないと思います。あ、だから解散された途端、総裁選を一時凍結して、うん、総選挙後に持っていく。あ、そうです。あ、ね、ただその総選挙で、ね、自民党がほどほどの、水準をと維持できるならば、総裁選でもその菅さんが再選されていく、はい、だろうということですね。でもやっぱり大きなポイントは間もなく開かれるオリンピック、はい、オリンピックが成功して、そして感染者数も、はい、コロナ、抑えられたとなると自民党の方に風が吹いてって、自民党というか菅さんの方に風が吹く、はい、もしこれオリンピックで感染者が、ものすごく増えたってことになると、はい、これ当然自民党に対する批判もものすごく強くなりますよね。そうですね。そうなってくると総裁が変わってしまうっていう可能性はある。総選挙で負けっていうか、今勝敗ラインって言われてるのは自民党公明党を合わせて過半数を取れなければ、
それは総裁交代になっていくでしょう、総理交代になっていく、うん、だそれは今後のコロナの感染者数っていうのが大きく影響してくる。じゃあいずれにしても菅さんで総選挙は戦うってことですか、総裁選で例えば選挙の顔を変えるということはしない、例えばコロナの状況が広くなって、それはやっぱり菅さんで総選挙を戦う、うん、あだオリンピックの、結果以下によって、随分変わるんだけど、でも、もう一つ、保守が、魅力的な保守が現れないから、だから自民党の人としては、結構そこら辺はあまり緊張感というのはないですか、うん、敵はいないっていうような。緊張感は、あるはあるんですけれども。あるとしたら、菅さんにはあると思うんですよ。自分が続けられるのか、ここで終わってしまうのかって、はい。自民党そのものに関しては敵が今のところいない状態だから。はい。まあ、そういう面はあるんですけれども、一方で、2009年の反省っていうのが、割と自民党議員の方と、はい、目にかかっていると話される方がいるんですよ。はい、2009年の反省っていうのは、2009年の7月の東京都会議員選挙で自民党が惨敗して、はい、時の政権、総理大臣麻生太郎さん、はい、麻生太郎さんに辞めろと声が上がったんですね、退陣しろと、はい、しかし麻生さん辞めないまま衆院解散総選挙を踏み切ったんです、はい、でいわゆる麻生卸しが起こったんです、はい、でその麻生卸しが起こったことによって自民党はもっと有権者から見放されてったんですね、うんうん、自民党というのはなんか仲間割れしていて、はい、なんか分裂しそうじゃないかと、こんなところに投票できないってことになって、うん、もっと選挙でマイナスになっていくわけです、うん、だから今こう菅政権で行うことによる解散総選挙を行うことによるマイナスというのはあるんですよ、これは、うん、あるんですけれども、ここで菅さんを変えて総選挙をやろうとしたらもっとひどい目に遭う、あ苦しくてもこのまま戦い効果ないっていう、うん、ないかと思います。オリンピックのそのコロナに関しても、とにかく菅さんで頑張るんだと、そこで菅さんが悪いからってこう下ろしちゃったりすると、あもういよいよ自民党はもうダメだって言って、そうですそうです、うん、なるほどね。それで無党派層なんかは、自民党には流れず他にこう分散していくってことになっちゃうってことですよね。それは可能性十分にありますし、ただ救い党するのは先ほど申し上げたような保守政党ができてこないということと、県民主党や共産党に対しても、うん、どーっと無党派層が流れていくというわけではないということは、都議選結果で証明されましたよね、うん、小池さん の, 国政進出というのはどうなんですか。それはね、まあ、言われる方いるんですが、はい、僕は可能性低いんじゃないかなと見てます、まあ、まだ今年はない、やっぱりとオリンピックの後始末をしなきゃいけませんし、あそうですよね、そこで投げ出してってわけにはいかないですもんね、そうです、うん、田崎さん大変今日資料の読み込みとかお忙しいと思うんですけれどもこの後5時台にもコロナ対応につきましてお伺いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。7月5日月曜日、時刻は午後5時を回りました。立川志らくです。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、この番組は辛坊さんが有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で、月曜日は立川志らくさんとお送りしています。さあ5時過ぎましたんで、生存確認テレフォン、はい、5時の辛坊ですのお時間です。はい、電話かけます。つながるか、つながりますかね。今日はですね、今ねサンディエゴから直線距離にして西南西におよそ2300キロ進んだ太平洋上ということで、そのまま、うん、真西にちょうど2000キロ進むとハワイのワイキキビーチに当たる位置なんだそうですよハワイによってねえ、なんてこともね言ってましたけど、つながりますでしょうか。まだつながんないですね、うん、時間かかるんですね、うん、で辛坊さんの YouTube チャンネルあるんですが、辛坊、はい、の旅、あれでは辛坊さんの行きの様子がね出てたりする。もしもし、あどうも、志らくです。浜です、太平洋上です辛坊さん、ここのところ私の時には電話がつながらないから、辛坊さんなんか切ってるんじゃないかと思って、30分ずーっとね待ってたんですけど、うん、どうやらですね、うん、外部接続のアンテナの端子の調子が悪かったらしくてですね、うん、おかしいなと思って翌日調べたら断線してたんで直したんですけど、だから今日はね外部アンテナ使わずに
まあ、スタンバってました。日本じゃいろんなことが起きてるんですけれども、そこまで行って委員会で、小倉さんがですね、辛坊さんにものすごく怒ってましたよ。なんで？行くのは分かってたけど、帰ってくる時にもヨットに乗るっていうのは、最初に言っとけって、小倉さんがね、番組の中ですごい怒ってましたよ。いや、そうなんですよ。僕もね、それは向こうでゴールの方が、それはよっぽどいいんですけども、うん、どうやったら、売るにしても捨てるにしてもどうにもなんないんですよ。それはやっぱりね、公共が1週間で出てけっていう話で、うん、もうどうにもなんなくてですね、うん、他に方法がないんですね。そう、それはよくわかるんですよ、ね。結局最後ね、うん、出航する前の日ぐらいに、うん、なんかアメリカ在住の元パイロットの方かなんかが、うん、もう OB の方なんですけど、うん、乗って帰ってやるっていう人が現れたんですけど、うん、それ出航1日前じゃもうどうも調整ができないんで、もうしょうがないから出てきたんですけど、まあ、正直言うとですね、それは帰り誰か乗ってくれるならその方がありがたいですよ、それは。うん、だけどね、辛坊さんがサンディエゴ着いた時なんか、私はでも、本当にそのニュース聞いた時ね、涙が出るぐらいね、ああ、よかったなと思ったんですよ。それがまた乗って帰ってくるっていうか、辛坊さん、涙返してもらいたい、ね。いやいやいや、逆でね、僕らがね、着いた時に、この船どうすんだっていうのがあったから、まあ、一応は公式見解としては、喜んでましたけど、正直言うとですね、まだ半分しか終わってないっていうのは、とてもじゃないけど、喜べる気分じゃなかったですね。で、今からでも間に合いますからね、多分ね、一週間後ぐらいにハワイ着けると思いますけど、志らくさん、ハワイまで来てくれりゃ、これ乗って帰ってもらいますから、僕そこから一人で帰りますから。またハワイに今なかなか行けないですかね。そうですよ。出るの大変ですからね。うん、大丈夫ですよ。今ね、アメリカ入国ね、全く無審査ですよ。うん。そう。あ、じゃあ、私がハワイまで行って、辛坊さんと一緒に乗って帰ってこよう。沈道中になりそうです。私一人、無理に決まってんじゃない。屋形船だって乗らないし、普通の手こぎボートだって乗らないんだから。一日以上押せますから大丈夫ですよ。なんとかなりますよ。なんとかなるわけやな。辛坊さん、リスナーの方からですね、コメント届いてるんですが、はい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 、京都府のね、京丹後市にお住まいのですね、平パー兄さんからです。この辛坊治郎ズームが現在のこの時間帯、月曜日から木曜日の枠になったのが去年の7月6日だったので、ちょうど1年ですね。おめでとうございますっていうのをいただいてます。あ、そうですか。いやー、思えばこの番組ってまだそんだけしかやってないんですよね。それなのにね、よっと乗っかっちゃったから。そうですよ。いや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 、そうか、そうだな。ありがとうございます。はいはいはい、いやいや、皆さん本当にありがとう。志らくさん、はい、志らくさん、志らくさん、はい、本当にね、僕はね、感謝してるんですよ。ありがとうございます。いや、それはもうね。やっぱね。うん、いや、志らくさん素晴らしいわ、本当に。もうね、私なんかね、いやいや、濃いリスナーの人からね、辛坊さんと比べられちゃって、志らくは浅い浅い、志らくを何とかしろって言われても大変なんですから、もう。何を言ってるんですか、そんなことないですよ、大丈夫ですよ。志らくさん、ハワイで乗り、ハワイで、あと頼みます。辛坊さん、じゃあお天気お伝えしますよ。はいはい、お願いします。この先1週間も現在と変わらず、東北とあるいは東からの風が平均15ノット前後で吹いて、お天気曇りの日が続きそうです。ところどころ風の弱いエリアもありまして、はい、特に辛坊さんのいるすぐ北の海域で無風に近いエリアが存在しているということです。はい、了解です。ありがとうございます。はい、どうぞ気をつけて。気をつけて。ありがとうございます。失礼します。これ、本当に昼帯がなかったらね、私ね、シャレでハワイまで行ってますよ。そんで、でね、待ってたら驚く。絶対乗りはしないけど。びっくりはしますよね。芸人のね、根性としてはもう、ハワイで待ってたいな、もう。その辛坊さんなんですけれども、はい、YouTube チャンネル辛坊さん、なさってまして、辛坊の旅というので、往路、辛坊さんが行く時の公開初日からの船内の映像が GoPro ってね、うん、ご自分で撮った映像が今上がってますので、うん、ぜひご覧になってください。はい、明日のこの時間も生存確認テレフォン5時の辛坊です。お送りします。立川志らくさんとお送りしているズームそこまで言うか、この時間もニュースデスクの森田さんです。お願いします。はい、お願いします。では特集するニュースこちらになります。首都圏のまん延防止等重点措置延長か。
政府は新型コロナ対策として首都圏1都3県に適用中のまん延防止等重点措置について今月11日の期限を延長する方針を固めました。東京都などでの感染が再拡大しているためで延長幅は最長でおよそ1ヶ月とする案が出ています。政府は専門家の意見を踏まえて8日今週の木曜日にも正式決定します。さあでは4時台に続きましてお忙しい中ご登場いただきます政治評論家の田崎史郎さんです。田崎さんどうもどうもよろしくお願いします。資料の整理の方は順調にはかどってますか？だいぶはかどったんですけど一番大事な資料をまだ読んでないんですよ、ね、あすいません大大事な時間を今度はちょっと、まん延防止のお話なんですけども、はい、一方であの緊急事態宣言が出るんじゃないかって噂も上がってましたけども田崎さんの読みではどうですかこのままあの、緊急事態宣言のは、多分現段階ではないと思います。ないこれから、劇的に数字が上がったとしてもまん延防止等重点措置の、延長を決めるんですけれども、はい、1都3県については、そこはまん延防止等重点措置の延長であって緊急事態宣言ではない。もし感染者数がもっとこうぐっと 1000人近く上がってきたとしてもないですかね。その場合は多分考えるでしょうけども、はい、今政府が重視していて、はい、緊急事態宣言には至らないなって判断している根拠は、うんはい病床の利用率なんですね、はいはい、で東京都においては 25% 重症者が近くですか、はい、病床利用率が急激になんか 50% 上がるっていうのはちょっと考えづらいんで、うん、今の段階では、はい、まあまあまん延防止等重点措置の延長でしのぐことになるだろうと思います。今のところ首都圏4つの都県は延長とで1ヶ月間ですよね、はい、全く同じ対策でやっていくのかっていうことについては議論がありまして、うんはあ、お酒の、を、飲んでいいのを緩和したんですよね、この前、はいま、重点措置移行に伴って、はい、で午後7時までだったら東京都内だと2人だけならいいですよってなったんですけれども、はい、それまではそのお酒を提供する店は営業しないでくださいっていうことをお願いしてたんですね、うんはい、緊急事態宣言下ではでそれを復活させるのかっていう議論はあります、うん、ああなるほどね。まあでも先ほど のニュースの中でもありましたけども観客数の観客 のチケットの再抽選が10日に発表っていうことを、はいね、これ緊急事態宣言が出れば当然無観客になるんで、はい、もうそれはもうほぼじゃあまん延防止で行こうってことなんですね。これはねそうです、うん、今のところイベントについては5者協議で8日でオリンピックは決めるんですけれども、はい、今最大1万人としているオリンピックの観客数の上限をこれまん延防止等重点措置が延長になれば最大5000人に引き下げると。そうですね。で5000人以上の例えば開会式、はい、閉会式、野球、サッカー、陸上、こういった大規模会場、はい、それから夜9時以降の時間帯の試合、はい、これは無観客にしようという案が有力ですね。無観客になる可能性が非常に強いです。はい、うん、だけど、例えば夜試合が終わって、その電車の本数を増やすんだって話も出てきたじゃないですか。はい、そうですね。それはどうなんですか、そういった場合。元へ戻すようになると思います。元へ戻す、うん、結局は。多分全体の4割ぐらいが無観客じゃないかと言われてるんですよね。可能性ありますけども、まあ、気をつけなきゃいけないのは日本人の観客は無観客っていうだけで、うんうん、例えば開会式、閉会式では海外の IOC 関係者は、はい、そのスタジアムにいらっしゃるんですよね。無観客にしてもそこら辺の人は入れちゃう。そうです。それはちょっと開会式の場合だと IOC 関係者、うん、1万人であることは否定されてるんですが、おそらく数千人は入られるはずなんです、ね。まあ、開会式の時には日本 のお客さんもたくさんいらっしゃるから、そこにオリンピック関係者、いわゆるオリンピック貴族と呼ばれる人たちがいても、そこまで目立たないけども、無観客にしたところにそういった人たちがいると、うん、ちょっとこれ、国民感情を逆なでするようなことになりませんかね、これ、うん。なりますね、うん。なんで日本でやるオリンピックなのに、日本人の観客は入れないんだと。うん、それは止めるって方法は誰か考えてはいないんですか？それ無理。そこはやっぱりそういう批判はあっても、うん、やっぱり感染防止の観点から、う
観客入れるのは難しいだろうって判断。でも、例えば小池さんとか菅総理がバッハ会長に、ちょっとこれはちょっと国民感情を逆なでするから、オリンピック貴族のその関係者の方々も、ホテルでちゃんとテレビで観戦してくださいってことは言えないですかね、これは。それは、人数の削減は、組織委員会の方は IOC に強くお願いしてるんですね。うん、でもその、組織委員会の側の、言い分は、はい、IOC の関係者の方は、ホテルからバブル方式で、国立競技場に来て、うん、また国立からバブル方式で帰るから、はい、大丈夫なんだっていうのが、組織委員会の論理です。当然その、ね、バブル方式でっていうのは当然のことで、はい、やっぱり普通にテレビ見てて、だから観客席を映さないっていう方法はありますか？目立ちますもんね。ね、やってみますか。あと言われてるのは、大会期間中にもし緊急事態宣言が出てしまった時に、全面無観客にするって、であるならば、花から全面無観客にした方がいいんじゃないかというのもちょっと支えかれてるんですよね。うん、そうですね。だから全面無観客って考え方もあるんです。はい。で、一方で、5000人以下、はい、例えば卓球とかボクシングは、3000数百人ぐらいの観客なんですよ。はい、で、それは、まん延防止等重点措置の下でも5000人以下なら認められてるわけですね。うん、でそれを全部なしにしますか、それともそういう認められるところだけ認めますかっていうのは、8日以降の議論になります。でも全部無観客にして、それで客席にはオリンピック貴族だけいるって嫌なオリンピックですよね、それは。そうですね、それはたまったもんじゃないですけどね。あとちょっともう時間があれなんですけど、ワクチンについてはこれ今もうこれ職場接種なんかでも、なんか申請を2週間で止めましたとか言って、これ政府は良くないんですか、これは。はい、何がですか？ワクチンがもう足りないとか。ね、これ大事な資料っていうのはそのワクチンの資料でまだ読んでないんですけども。ああ、そう、読んでない。ワクチンはね、政府のお考えはあると言うんですよ。ええ、ワクチン量はしっかり確保してる。確保してるし、まあまあ、きちんきちんと入ってくると。ええ。でも、やっぱり在庫、流通在庫が存在しているんで、はい、それを、吐き出させて、回せばなんとかなるんですっていうのが政府の考え方。ただそれだけだと納得しませんから、うん、そうですよね。やっぱりね、都道府県ごとにどれくらい各都道府県に供給して、はい、実際に売ったのはこれだけで、うん、残りこれだけの在庫があるはずですというのを都道府県ごとに出さないと、そうですね、出してほしいですね。なんか国民の理解得られないと思います、うん、あと東京や大阪などで重点的に供給するって吉村知事の意見はどうですか、はい、これは。これはね、政府の方はあんまりこう、実際にはやる気ないですね。ご意見をお聞きしますけれども。でも本当はね、それやってもいいような気もするんだけども。うん、ただ、東京とか大阪、一で要望してるんですけれども、うん、そこ、まず感染者減らすのが先じゃないのと。ああ、なるほど。うん、ああ、で感染者が多いからよこせって言うんですけれども、はい、でも感染者もっと対策打てば減らせるんじゃないのと。わかりました。田崎さん、じゃあその大事な資料、ワクチンの資料をお読みになってください。お忙しい中、はい、どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ニュースですが、森田さんでした。エンディングリクエスト、お送りしているのは私、立川志らくが選曲しましたザ・ピーナッツ、ウナ・セラディ・東京。先ほど夕刊フジのところでもって、はい、話をしましたけれども、この曲はですね、まあ代表的な曲なんです。東京黄昏っていう曲で、最初出してあまりヒットしなかったんですよ。その後ね、イタリアのカンツォーネの女王が日本に来て、はい、この歌をね、見事に歌って、まあ、こんな素晴らしい曲があるんだ。あ、これザ・ピーナッツの歌なんだ。そっからタイトルを変えて、ウナ・セラディっていうのは、これは、夕暮れ時とか黄昏時っていう意味なんで、だから、東京黄昏っていうよりも、やっぱり、ウナ・セラディって、なんだろうって、ちょっとこう引っかかるじゃないですか。それでみんなが聞き直して、あ、これ素晴らしい曲だなって、それで広がったんですよね。それでヒットしたんですね。うん、松本この曲は大好きな曲ですね。はい、なんかこう、大人の昭和歌謡っていう感じでね。そうなんですよ。たまらないんですからね。
さあ、お聞きの日本放送、この後はショーアップナイタープレーボールをお送りします。そして明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターは経済アナリストのジョセフ・クラフトさんです。で、この午後3時半からのズームそこまで言うか、明日の助っ人パーソナリティは番組初登場になります深川亮さん。同じ事務所ですね。そうですね。はい、平子さんね、うん。面識というか、もちろん、もちろんあります、あります。どんな方ですか？そこまで知らない。昼帯でたまにこうね、会うぐらい。深川亮さんね、これ、ズーム初登場になります。コメンテーターは、東京大学大学院特任研究員の坂本遥さんです、はい。ワクチン接種後の社会ルールについて、いろいろと伺っていきます。はい。そうそう。言い忘れましたけど、ザ・ピーナッツは名古屋。出身でドラゴンズファンなんですよ。あ、そうなんですか。だから先ほど今日大島さんの訃報があったんで、うんうんうん、その追悼の意味もね、少しこう入ってるということなんでございますけどもね。まあ、だけど辛坊さんハワイに来いって言ったけど、うん、行きたいな、ハワイの海で私が、港で待ってたら驚くだろう、本当に来たのかみたいなね。こう死ぬやつでしょうね、それはね。やってみて、カメラ誰か回してね。ちょっとやりたいな、今から。やっていただきたいところですね。誰か企画乗ってくれないかしら。そんなわけで、ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は立川志らくと増山さやかでした。それではさようなら。